はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中1理科化学状態変化の0の1回目です。はい、まずその0の1回目としてブタンガスを燃やしてみたいと思います。このようにライターの充填するガスでブタンガスがあったので、ちょっとこれを使って、実験をしてみたいと思います。まずは実験を見てください。はい、今日また面白い実験をしたいと思います。はい、まず氷を用意しました。はい、今氷の温度0度ですね。でちょっと今日は0度より低い温度にしたいので、はい、ここで食塩塩化ナトリウムを加えていきます。はい、これ知ってます？凝固点効果っていって、こう食塩を加えてやると、うまくいけばマイナス20度ぐらいのやることができます。これでアイスクリームを作れます。今日は今はマイナス13度ぐらいまで、はい、冷えています。はい、ここにちょっと試験管を入れて試験管を冷やしておきました。さあ、で今日の主役です。これライター用のガスです。詰め替え用のガスで、はい、ここにありますね。可燃性のブタンガスって書いてます。はい、今日の主役はこのブタンガスです。はい、キャップをつけて先ほど冷やしておいた試験管に、はい、ガスを入れます。はい、でガスなんですけど、はい、試験管冷えているので、はい、このように液体で溜まっています。さあ、これちょっと見てください。はい、これを口を下げてやると、はい、ブタンは空気より重いので、下に下がっていってるのが見えるかと思います。まあ、ちょっと見にくいですかね。はい、じゃあこれでライターで火をつけます。はい、でこれをまた氷の中に戻すと、はい、炎が小さくなりました。はい、で空気中に出すとだんだん大きくなっていきます。はい、でめっちゃ大きくなりました。なぜでしょう？はい、このように手で温めているんです。炎っていうのは気体が燃えているものなので、このブタンの液体が気体にいっぱい変わると大きい炎になります。ですからこうやって氷から出すと炎が大きくなるし、はい、こうやって手で温めてどんどん液体を気体に変えてやると、はい、こんな風に大きな炎になります。で逆にこの大きな炎が出てる状態でも、はい、氷の中に入れると、はい、今度は液体が気体に変われなくなったので、はい、このように消えてしまいました。はい、いかがでしたか？なんか面白くないですか？もし、皆さんもこのような実験をする場合、ちょっと火を使う実験なので危ないので、中学生だけでするのではなく、大人の人がいる時に一緒にするようにしてください。さあ、じゃあここで今回のこのブタンガスなんですけれども、なぜこのようなことができたかです。はい、ここで今回の状態変化が非常に深く関わっています。状態変化っていうのは、気体が液体、液体が固体、またその逆、固体が液体、液体が気体になること、これを状態変化と言います。で今回のブタンの場合、はい、ブタンって化学式はC4H10、 もうこれ覚えなくていいです。これ高校になったらまた勉強します。で 融点、固体が液体もしくは液体が固体になる温度はマイナス138度です。で今回は沸点っていって、液体が気体になる温度もしくは気体が液体に戻る温度、これが今回のポイントです。でこのブタンの沸点はマイナス 0.5 度なんです。ですから氷の中に入れてる時はあれ食塩を加えてマイナス13度ぐらいの氷にしていたので、この沸点より低いので液体のままでいるんです。でこれを空気中に出すと、今ここ25度ぐらいあると思うので、この25度の空気中だと沸点より高くなってどんどんこう蒸発していきます。まあ、蒸発というか沸騰していきます。で特に手で温めたりしたら、まあ、手の温度35度6度あるので、もっと液体が気体に変化するので、あの炎の大きさが大きくなりました。はい、じゃあ今回はちょっと状態変化に興味を持ってもらうためにブタンの燃焼実験をしました。あと2個3個面白い実験があるので、また 0-2、0-3 と続けていきたいと思います。では今日の授業は以上です。